藤田ニュースウェブ。危険因子ですね。肥満とか高血圧、高血糖値、あとは脂質、コレステロールですね。こういうものが重複すればするほど心臓や脳の病気になりやすいということをぜひ今日理解いただきたいんですね。1個だけ悪くて、あとがちょこちょこっとこう正常値よりも経過観察ぐらいで出てて、それが3つも4つも重なると、今申し上げたように0個のに比べると3個4個重なると心臓や脳の起きる病気が31倍になる。ぜひ今日はご理解いただければなと思います。